山峡ダム、水位が162メートルに上昇。流入量が急増。武漢も浸水の恐れ。毎日監視している山峡ダムだが、ここ数日でまた水位が急上昇し始めた。もうすぐでここ最近の記録である164メートルを超えてしまうことが分かった。上流での流入が止まらなければ、中国当局は再び放水量を増やさなければならないだろう。山峡ダムまとめ記事へのリンクを埋め込む。中国、山峡ダム続く決壊懸念、当局が大量放流なら甚大被害、意識者、数万人単位で死者が出ても。中国、長江流域で6月から続く記録的豪雨により、決壊が懸念されている、世界最大級の水力発電ダム、山峡ダム。中国メディアは増水の峠を越したと報じるが、中国では8月にかけて洪水期を迎えるだけに、予断を許さない。当局が今後もダムの放流を行えば、流域の住民や都市に甚大な被害が出る恐れもある。国営通信、新華社によると、22日までに、湖北、広西、安徽省など、長江流域を中心に27省、自治区、直轄市で、延べ約4552万人が被災し、142人が死亡、行方不明となった。家屋3万5000戸が倒壊し、経済損失額は約1161億元、約1兆8000億円に上った。80年ぶりとも言われる大洪水によって爆弾を抱えているのは393億立方メートルの貯水量を誇る山峡ダムだ。警戒水位145メートルを上回る状況が続いており、下流に位置する湖北省武漢にも影響が出ている。新華社によると、17日午前にダムに流れ込む水量が毎秒5万立方メートルまで増加し、長江2020年第2号洪水が観測された。18日朝には毎秒6万1000立方メートルのピーク値に達し、18時間もこの値が続いたが、翌日には水量が減少し、増水の峠を越したと報じている。下流の武漢が危機的水準に達する。山峡ダムの水位が上がった時に記事にするんですか？基本的にはね、先週末の上流での豪雨が一気に流れ込んでしまっていることで水位が急上昇している。今週中は晴れるとの情報もあるんだけど、どこまで当てになるかはわからない。流れ込む量がまだ多いですね。放水量を増やさないのはどうしてですか？これ以上は限界なんじゃない？いつものダムデータを見てほしいんだけど、武漢近くの観光の水位が高止まりしている上に、流入量が同じく増えてるからな。放水量は山峡ダム以外は公表されていないが、おそらく武漢に浸水するかどうかというラインだろう。南京や上海にはまだ影響は出てないんですか？おそらく先に武漢に何かが起こると思う。中国当局としても上海だけは死守するだろうから、それまでは必死になって食い止めるはずだ。被害総額は1兆3000億円だったり、1兆8000億円だったり、開きがあると思います。本当はもっとありますよね。当局もそこまで正確に数えてないんじゃない？現地に行くのも大変だろうからな。湖や沿岸の堤防破壊カードもこれ以上は使えないはずだ。山峡ダムに稲子襲来、食糧危機発生の恐れも。山峡ダムとは直接関係ないが、泣き面に蜂とはまさにこのことだ。イナゴの大群がついに中国の雲南省に入った、そうだ。これから中国が
食糧危機に見舞われる恐れがあるということ。イナゴの大群が中国雲南省へ侵入、農作物被害の恐れ高い。CNS、世界各地を襲っているイナゴの大群が中国にも押し寄せている。プアル茶で有名な、クモ南省、雲南プアル市、プーターの林業草地局によると、ラオス国境のプーアル市工場圏、チョンチェングに、先月28日から、イナゴが襲来し、今月8日までに、約66平方キロの広さにわたり竹や芭蕉、ヤダケガヤなどが食べられる被害にあった。プーアル市は、イナゴの拡散を防ぐため、8日までに、林地約16平方キロ、農地約6平方キロの防疫を実施。ドローンによる防疫作業は502回に上った。プーアル市林業草地局は、イナゴの勢いは早く周辺圏に拡大するとみられ、農作物に被害を与えるリスクがあると説明。7月から9月にかけて、国境地域で大きな被害が発生する可能性が高いと見ている。このタイミングでですか？容赦ないですね。まさかここまでいろいろと重なるとはね。悪いことは重なると言うけど、ここまでとは。数は不明だが竹などが被害に遭ってるらしい。これって米とか麦にも来ますよね。食糧危機になるって陰謀論の世界ではずっと言われてます。俺も起きてほしくないとは思っていたが、この調子だと中国では本気で食糧が足りなくなりそうだよな。豪雨にイナゴで多くの田畑がやられたはずだ。気の毒だが自然は待ってはくれない。8月から本当にどうなるかわからないですね。もし三峡ダムが決壊せずに済んでも深刻だと思います。すでに大きな被害を受けてるからな。8月になれば三峡ダムに代わってイナゴの話題がメインになるかもしれないし、入国禁止の話も本気で出てくるかもしれない。中国側としては対策の取りようがない。アフリカや南米でも虫が発生してるみたいです。世界中が大変なことになりそうです。ワトソン君も今から備えておいた方がいいぞ。再ロックダウンの波も徐々に押し寄せてきているし、ベトナムでも感染爆発の気配がある。その時が来ても焦らないようにしておいた方がいいかもね。米国株式市場、今後の投資方針について、というシリアスな話題は、一旦置いておいて、昨日の米国株式市場の成績について話そう。昨日のダウ平均株価は、前週比でプラス 114.88 ドル高の 26,584.77 ドルとなった。成績は、バフェット氏がプラス 0.72%、クロイがプラス 0.11%、ワトソン君がプラス 2.6% となった。全員プラスだが、上昇はナスダック銘柄に偏っていたようだ。クロイさんのワクチン株がもう少し高くなるといいですね。まだもう一つの方は買わないんですか？人気が殺到しすぎてて買い時がない感じだね。まあ気長に待つさ。もともと株式投資を再開するつもりはなくて企画のためと割り切ってたし。ワトソン君は買いたければ買えばいいぞ。それはやめておきます。クロイさんが N を買ってくれないと、僕はクロイさんに勝ちたくなくなります。だから、買ってください。お願いします。儲けることじゃなくて、俺に勝つことが目標なのかよ WW まあ別に、いいけど。実は、入金自体はすでに済ませてあって、いつでも出動できる状態にはしてある。次に下落したタイミングで買いを入れることにするから。ワトソン君とポートフォリオの金額を揃える。それでいいか？
そうしましょう。もっと本気を出してほしいです。俺がこれだと確信した銘柄については今週初頭に出した米国株式投資レポートの中で記述してある。ワトソン君がヒントを出してしまったからほぼバレたようなものだが、一応ここでは伏せる。三峡ダムまとめ記事へのリンクも埋め込む。三峡ダムの水位が警戒水位を下回って2週間経過するまで1日1回必ず報告しようと考えている。それまでは1ミリも安心することはできない。